こちらの男性が背負ったバッグ、一体これは何でしょう。4月に開かれた名古屋モーターサイクルショー、会場には国内外のバイクメーカーをはじめバイクに関わるさまざまな企業や団体が出展しました。中でも注目を集めていたのは電動バイクです。例えばこちらのバイクにはある仕掛けが、ワイヤーを引いてハンドルを折りたたんで中に収納すると、ご覧の通りキャスターがついていて、まるでキャリーケースのようになりました。もともと僕が変形するおもちゃを作っていたデザイナーだったので、まあ、そういったおもちゃで変形する電動バイクみたいなの作れたらいいかなと思って、ちっちゃいのおもちゃを作ったんですね。でそれを実際に実車にして作ったというところです。航続距離は30キロですが、折りたたんで車に積んでおけば旅先でのちょっとした移動に便利です。さらにこちらの男性が背負っているもの、まさかこのバッグの中身も、はい、じゃあこちら、組み立てていきます。フレームの中から車輪を引っ張り出して、ハンドルを伸ばします。そして、リチウムイオンバッテリーがこのシートの中に、収まっております。なんとバッテリーがシートを兼ねています。工具も使わず40秒ほどで、はい、完成になります。重さは 12kg と一般的な原付バイクの7分の1程度。最高時速は 19km で航続距離は 20km。 公道を走るには原付バイクの免許が必要です。用途に合わせて進化する電動バイク、その活用の幅は今後ますます広がりそうです。次回、置き去り事故を防ぐには？